トマベ知識認定コーチの西村です。本日はアファメーションの朝勉強会のご感想を読み上げさせていただきます。11月の21日分です。距離感近くてとても落ち着いて話されるのでとても聞きやすかった。たくさんの知識があるんだなと思い、とても魅力的な方だなと思いました。ありがとうございます。次です。今回2回目の参加でしたが、1回目よりさらにいろいろと勉強になりました。暗示とアファメーションの違いが分かり、今まで暗示に近い文章を作っていたことに気づけて、アファメーションがさらに楽しいものだと思いました。ということです。どうもありがとうございました。